皆さんこんにちは、ブチジーです。いかがお過ごしですか？今回のお題ですが、新路線の建築をやっていきたいと思います。裏作業で大量のガラスを作っていました。このガラスを使って黒ヶ島から先の路線を作ります。ガラスを青に染めて海面に土台を作って、海の上でトロッコを走らせたいのです。それでは黒ヶ島まで移動して、どのような見栄えになるのか試してみますね。今飛んでいるルートの海面にガラスを敷いて、その上に線路を敷く予定です。結構距離がありますので、この後もガラス集めをしないといけませんね。途中で島を経由した後は、プリズマリンレンガで建築している橋があります。青色のガラスを使って、少しだけ路線を作ってみます。海面と同じ高さに青色のガラスを置いていきます。両端に黒のガラス板を置いた後、線路を敷いていきます。ガラスの幅がでかすぎましたね。今ご覧いただいているものを黒ヶ島まで作る予定です。青色のガラスが海に馴染んでいます。ハゲモットを使うとこんな感じです。これが黒ヶ島までつながったら素敵な路線になりそうですね。早速線路を敷くための土台として青色のガラスを置いていきます。この作業に合わせて黒ヶ島までの距離も測りますね。黒ヶ島に到着しました。およそ480ブロックの距離でしたので、1列分のガラスは 7.5 スタック必要です。残りは4列分のガラスが必要ですので、30スタックのガラスがあれば OK となります。ここからはコメントをご紹介しながら作業していきますね。久しぶりです。レッドストーン以外の線路の間はガラス入れなくてもいいのではないでしょうか。そしてガラスの削減にもなります。おっしゃる通り、必要な部分だけガラスを置いていけば良い区間ですね。ただ床面をきれいに覆う理由としてはロマンです。海の中は水中トンネルなんてどうですか？当初は水中トンネルも考えていました。しかし水抜きの手間を考えて今の形にしたわけです。もっと距離が短ければ水中トンネルにしていましたね。この海の上の路線ですが、確定岩山線とは別の路線にしたいと思います。この路線名は黒ヶ島海床ラインです。現在の黒ヶ島駅の様子です。確定
岩山線と直通運転をさせるため、青いラインに沿って線路を敷きます。また、黒菓子解消ライン専用のホームとして、赤いラインに沿って線路を敷いていきます。まずは、直通運転用の線路を作ります。地面を粗い土と砂利に置き換えて、線路を敷いていきます。次は、黒菓子解消ライン専用のホームです。こちらも、地面を粗い土と砂利に置き換えて、線路を敷いていきます。直通運転のために、ポイント切り替えも作ってあります。画面奥が黒菓子島駅、画面手前が黒菓子解消ラインです。現在のポイント切り替えは、黒菓子解消ライン専用のホームに進行します。そして、こちらが直通運転用のポイント切り替えです。ホームの内装を少し変えた後に、いよいよ開通です。停車中の電車は、黒菓子解消ライン直通、解消島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。本日も BJR をご利用いただき、誠にありがとうございます。この電車は、黒菓子解消ライン直通、解消島行きです。次は、副都心です。まもなく、副都心です。お出口は左側です。副都心。到着の電車は、黒菓子解消ライン直通、解消島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。次は、沼津中央です。まもなく、沼津中央です。お出口は右側です。沼津中央。到着の電車は、黒菓子解消ライン直通、解消島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。次は、岩山村です。まもなく、岩山村です。お出口は右側です。岩山村。到着の電車は、黒菓子解消ライン直通、解消島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。次は、黒菓子島です。
まもなく、黒ヶ島です。お出口は左側です。黒ヶ島、到着の電車は、黒ヶ島海昇ライン直通、海昇島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。次は、終点、海昇島です。まもなく、終点、海昇島です。お出口は左側です。本日も DJR をご利用いただき、誠にありがとうございました。海昇島に到着です。海昇島。停車中の電車は、黒ヶ島行きです。ドア閉まります。駆け込み乗車はおやめください。本日も DJR をご利用いただき、誠にありがとうございます。この電車は、黒ヶ島行きです。次は、終点、黒ヶ島です。まもなく、終点、黒ヶ島です。お出口は右側です。本日も DJR をご利用いただき、誠にありがとうございました。黒ヶ島に到着です。黒ヶ島。
黒ヶ島海昇ラインに作った海昇島駅です。ガーディアントラックが近くにあるため海底神殿のデザインにしました。新しい路線が開通して路線図が賑やかになりましたね。それでは皆さん、またお会いしましょう。